はい、わけありダイエットウォークマコネです。今日は、5月23日の今、4時10分くらいです。今日も、かーっと歩きながら、おしゃべりしていきたいと思います。今日はね、ちょっと、政治の話かな。政治の話ってほど政治の話じゃないけどね。まあ、昨日のバカ話みたいなもんだよ。まあ、昨日から、再開しました。何を再開したかというと、ダイエット検定。そう、ダイエットの、ダイエット健康協会。ダイエット健康協会の、まあ、ダイエットの企画の中では、まあ、多分一番権威があるんじゃないかな。で、一番難しいらしい。の、私2級は持ってるんです。まあ、生活アドバイザーという資格を持ってるんですけども、で、1級のプロフェッショナルアドバイザーって資格が、まあ、過去ね、1回受けたんだけど、まあ、あんまりにも難しくて、もうね、答案を配られた瞬間、あ、これ無理って思うぐらい、もう大挫折をして、したことがあって、まあ、何ヶ月か前から、1級を取るためにもう1回勉強し直してたんですけども、まあ、ここ1ヶ月ぐらい、すごいね、心がくじけちゃってて、ちょっと、あんまり機能停止したんです。ただ、それでもね、試験日、まだ申し込みしてないんだけど、来月じゃなくて、7月のね、頭が試験日なんです。まあ、それで、まあね、まあ、途中まで勉強してきたから、まあ、途中までというか、何回か、まあ、しっかり勉強してきたから、まあね、もう一ヶ月ちょっと集中して、いや、勉強して、まあ、とりあえず、まあ、過去は、前はね、コロナ前は、まあ、試験会場に行って、筆記の試験だったんだけど、今は、部屋でね、インターネットで受けられるので、まあね、行ってしまえばさ、まあ、困れば、ちょいテキスト見ようが、そう、テキストにね、どんなことが書いてあるかっていうことだけしっかり分かってれば、まあ、全部暗記して、全部、なんか、暗記して書くわけじゃないから、まあ、過去に比べれば受かりやすいだろうってところもあって、まあ、せっかくだから、もう一回勉強しようと。で、私ね、もう自分の部屋で勉強してると、ほんとさ、なんかもうダラッダラになっちゃうから、まあ外も暖かくなってきたし、長岡市のね、市役所のところに行って、まあ勉強しようかなと思ったのよ。まあでもね、長岡市の市役所っていうのはね、ちょっと特殊で、駅のすぐそばにあって、そこは、多目的ホールと、大きい、まあ、体育館だよな。まあ、アリーナと、そう、まあ、いろんな複合施設が建ってて、できたのは、11、12年ぐらい前だと思うな。で、まあ、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、日本でも海外でも有名な建築家の方が、まあ、建築されて、今でもね、いろんな施設が複合施設として使われてて、中土間と言われる、屋根がついてる広場があるのね。まあ、そこで飲食もできるし、お酒も飲めるし、ミーティングもできるし、まあ、いろんな人がいろんな活動を使ってるわけよ。そう。で、まあ、そこで、私は、まあ、勉強しようと出かけたわけよ。あ、そうね、アオーレは、プロバスケットリーグの、RBXBB のホームタウンでもあるかな。うん。私はね、バスケットね、あんまり興味ないっていうか、そう、バスケットやるのは楽しいけど、見ててもなんかいまいちピンとこないっていうのが、まあ、正直なところ。あんまり見たことないっていうのは本当の、もっと正直なところだけど、うん。まあね、過去にはさ、
同じことを言ってて、サッカーにドハマりしたこともあるし、そう、ラグビーにドハマりしたこともあるから、まあ、見ればハマるんだろうけどね。まあ、そういったアオレで、まあ、今でもね、10年以上経った今でも、結構ね、日本中からいろんな人が、まあ、見学に来るよね。そう。で、海外からも視察に来られる方が結構いらっしゃる。まあそういう施設なのよ。うん。まあそこで、まあ誰でも行ってね。誰でも行って、まあ、あの、中泊まで、まあ何してても。そう。まあ私過去には中泊までいろんなことやったけど、ね、テント立て、あの、無許可でね。無許可でどこまで許されるかみたいな実験をしたんだけど、まあね、発電機、まあ、ポータブル発電機で発電して、それで、まあ、ライブ中継とか、まあ、そういうのはね、全然問題ないのよ。そう。でも、ガスコンロを持ち込んで、そこで鍋しようとしたら NG だった。あとね、テントを立てて寝てみようと思ったら、それも NG だった。うん。でも、あのね、その床をね、あの、傷つけたり、そういうのはね、結構ね、NG なんだけど、あとは、あの、ゴミの片付けさえしれば、まあ、飲んでようが、寝てようが、深夜ずっと喋ってようが、まあ、深夜ね、ちょっとした照明がついてるけど、まあ、ほぼ真っ暗っていうか、まあ、そのまま寝られるぐらいの暗さなんだよ。そう。だから暖かくなると、もうそこでね、酔っ払ってダラダラ朝まで喋ってるなんてこともよくあった。まあそんなところなんで、まあそこで勉強しようと思って、まあ勉強道具を持ち、行ったら、まあ行く前行って、その場で、まあ今日から再開しますみたいな感じの、M キャストの収録をしようと思ってたの。そう。まあそうしたらさ、友達がいて、まあ友達、マッポちゃんみたいな感じで声かけてくれてくれて、まあそっから、近況報告とか入れて、そうね、2時間ぐらい喋ってたかな。そう、まあその間にさ、まあ、いろんな人が来るわけよ。うん、まあね、私が一人で黙々と勉強してたりとかさ、違うことやってると、ああ、誠いるって感じで、まあ、どっかでさ、話題になってることは、まあ、はあるらしいんだけど。うん。私はね、SNS とか見てないから、そう。他の、私が自分で発信してるものは自分で見てるけど、他人の SNS とかさ、ほんとね、そう、まあ、YouTube は見るけど、他人のインスタとかさ、Facebook とかさ、TikTok とかさ、まあ、まず見ないからさ、興味ないのよ、ぶっちゃけ。それで、うん。まあ、それで、いや、そういえば、誰々さんのインスタに、ことの、後ろ姿が映ってたよ、とか、なんか、最近、ことが長岡にいるらしいよ、とか、そう、ことはなんか生きてたよ、とか、まあ、そういうの、ちらちらさ、ネットとかで Facebook とかで見るんだよね。本当に長岡にいたんだよね、みたいな感じでさ、声かけられて、いたっていうか、いたし、死んでないし、なんて話をしながら、まあね、いろんな話をしてたの、盛り上がってたの。まあ、その時にさ、まあ、その友達ね、夫婦で来てて、そう、まあ、旦那さんも奥さんも、両方、本当、もうね、すごくいろんなこと一緒にね、やって、彼女たちは、旦那さんも、奥さんもね、まあ、いろんな活動されてて、ほんとね、ほんとすごいなって、ほんとすごいなってさ、もう、昨日聞いてても、話聞いてても、いやー、もうほんとね、いや、ほんとすごいなと、もう心からね、感動したっていう風な、感じだったんだよ。うん。そう。いや、ほんとね、神様がね、彼らにね、会うために、私に勉強しに来なさいって、俺に導いてくれたのかなって思うぐらい、ほんと嬉しかったのね。そう。まあ、彼はさ、このポッドキャスト、旦那さんはさ、まあ、全部ってことはないと思うけど、まあ、ある程度チェックしてるみたいだから、まあね、なんか、本人が聞いてるかもしれないと思うと、恥ずかしくて言えないような感じでもあるんだけど、まあそこはね、知らないふりをして、喋ってます。はい。まあそんな中でさ、
まあ、市役所だからね、議員さんも結構ふらふら歩いてる。昨日は議会やってたのかな？なんか議会の方を覗いてる人たちが結構いたから、そう、まあ議会もね、外から、議会室とかがもう丸見えなのよ。そう。今はね、なんか外からの光が眩しくて、眩しくて、なんだかという理由で、議会をしてる時でも、ちょっとね、カーテンがかかってるんだけど、カーテンというか、まあ、木で塞がれてるようなカーテンで、まあ、隙間からね、中の様子とか、普通に全然見れる、確か見れるんだよな。うん。そう。まあ、長岡市の場合は、議会はね、全部ケーブルテレビで配信されてる、確かね、配信されてるし、そう、申し込むとね、誰でもね、まあ多分どこでもそうだと思うけど、観覧できる。まあ私はね、観覧したことないけど。観覧したことないけど、確か観覧できるはず。うん。まあだからまあ昼休みとかだと、ほんと議員さんがふらふら歩いてて、まあご飯食べたりとか、まあタバコ、喫煙所とか行くと、ほんと議員さんがね、タバコ捨てたりとかさ、まあするみたいな感じで、そう、まあ長岡市の場合はね、まあ時間によっては市長もね、うろうろしてるしね。いや、長岡市のね、市長のね、イストアさんって、ね、私好みのね、イケジーなのよ。身長も高いしね。で、彼がバスケットマンだったから、アルビレックス BB の、誘致に一生懸命だったんじゃないかと、っていう話をちらっと聞いた気もするんだけど、そう。うん、まあそこら辺はよくわかんない。そう。まあそんな中で、まあ、友達と喋ったところ、なんかまあ長岡にはね、もうちょっとね、市長とは違う身長が高くて、まあ自衛隊出身の、議員さんがいて、そう、議員さんがいて、まあその人が通りかかったわけよ。そう。ね、まあ、おがわくんとか言って、私ね、本名が誠だからね、おがわくんとか言って、どうもなんか、お久しぶりです。お前、長岡にいたんかとか、いや、ずっといたんですけど、まあ、ずっとね、郊外でひっそり隠れて行ってたんで、みたいな話をしたときに、まあ、ちょうどね、ダイエット検定の、テキストを置いてあったから、お前、そんなダイエット検定の勉強なんかするよりさ、ダイエットする方が先だろう、なんか感じで言われて、そう、何言ってんのクソジーコメそう、ここ数ヶ月で10キロ折ってんです。いや、そら、そうなんか、まあ、どこで折ったかわかんねえな、ぐらいに言い始めてクソジーコメだ。でもその議員さんね、まあ、スラッとしてて身長高いから、まあ、何も言えないんだよ。そう、で、まあ、の議員さんもさ、お前、とっとと、と、市議に、政治家になればいいじゃんとかいう話になって、そう、選挙一つやれやな、お前10キロぐらいストレスで落ちる嫌やんって言ってたんだけど、いや、私多分、ストレスで10キロぐらい簡単に太る嫌だと思うよ、とか、なんか話をしてて、そう、まあね、まあ、過去には政治家に、市議会議員選挙に出たら、なんていう話、よくされてましたけど、私自身はね、今となっては、っていう、ような、まあ、さほど興味がない。うん。そう、まあ、私よりね、全然若い子たちが、一生懸命、頑張りたいって人たちが出て、まあ、議員になればいいと思ってます。うん、まあ、そんな中で、まあ、昨日ね、ほんと素敵な時間だったんですね。そう。うん、まあなかなかね、まあ、正直ね、日常生活の中で、ほんと自分の中の心の中の部分を全部さらけ出して話できる人って、なかなかいないのよ。そう。まあ、いないから、ポッドキャストを始めたよね。私はさ、まあ、ポッドキャストっていう、まあ、ポッドキャストの先に、そう、まあ、登録してる方たちのね、登録してくれてる方で、毎回視聴してくれてる方、まあ、いろんな方いらっしゃる
という前提なんだけど、まあそういう方に向けて、まあ好き勝手なこと喋ってるから、まああの、一人ぼっち感は感じないけど、うん。でも、対面して喋ろうと思って、あの、私のね、今の生活の範囲、枠、まあまあ自分でね、意図的に枠をキュッと縮めたわけだから、誰がどうのって話ではないんだけど、自分でね、縮めた結果、まあ、自分の思ってること、感じてることはありのまま、タラッタラッタラッタラで喋って、なんか、お互いにさ、なんか、影響し合えるような人ってさ、なかなかいないわけよ。もちろん、自分から積極的にさ、動いてさ、そういう人との出会いをきっちり、組み立てていけば、それは長岡市もね、ほんといろんな人いらっしゃるし、すごいね、すごいいろんな考え方をしてる方もたくさんいらっしゃるから、そんなのは、自分から一生懸命、それなりに動けば、すぐに、つながり合えるんだけども、まあ私はね、それを全部バッサリ切った上で、殻に閉じこもってたから、そう、今の、私の超リアルな中では、まあ、思い切ってね、自分の思ってることを、まあ、ずらずら、たらたら喋って、お互いにさ、まあ、影響し合えるような関係の人って、そういう環境って、ポッドキャストしかなかった中だっただけに、ほんとね、いや、また、今日は多分その話だけを延々とするかな。うん、ほんとね、昨日はほんと嬉しかったわ。そう、もうね、眠くなってさ、眠くなってってわけじゃないんだけど、まあ、ちょっとね、昨日からなのかな？うん、アオーレの、ギャラリー的なブースがあるんだけど、そこでね、イラストレーターの、笹川香里さんっていうお姉さんのね、そう、まあ、ちょっとね、名刺いただいたときに、一言二言喋ったんだけど、多分ね、身長はね、160ないんじゃないかなぐらいの小柄な感じで、まあ、外国人の女性が羨むようなね、そう、細いさ、もう、多分ね、外国人がイメージする、ザ・日本女子みたいな、そこそこ胸あります、そこそこ、スタイルも抜群、で、なんだろう、こんな無防備な服を着てていいんですかみたいな感じの、そう、なんかさ、見た感じ的だよ。まあ、彼女は取材を受けてたんだけど、取材を受けてる最中にも、私のとこパパッと取って名刺をさ、あ、これ書いてるものですって渡してくれたような感じだから、いや、多分さ、この子もさ、イノシシ女子だな、とか思いながら。この子もイノシシ女子の、野獣の匂いがするわ、みたいな感じの子でさ。うん。まあ、その取材を受けて、で、まあね、絵も、まあ、手書きかな。手書きが、まあ、写真と、そう、絵を融合させてるのかな。まあ、写真ベースで、絵に起こしてるのか、まあちょっとわからんけど、うん。そう、なんかね、いや、いい悪いの話じゃないよ。いい悪い話じゃなくて、私の印象の話なんだけど、私はさ、物を作ったりとか、クリエイティブな仕事してる人と、突然会ってっていうのはね、苦手なのよ。正直。そう。事前に作品を見てとか、まあその人のイメージとかをちょっとね、自分の中でこねこね回してからお会いしたいっていうのはまあ正直なところで、まあちょっとね、ばったり突然会って、いやー、うん、まあ作品見て、作品も面白いんだけど、そう、まあ今は、まあもともとね、人の作品見るの得意じゃない、というか、苦手なので、うん。そう、イラストレーターといってもね、見るの苦手なので、そう、まあ見るだけ見て、さっと帰ってきたんだけど、まあね、まあ写真もそうかもしれないけど、まあ絵描く人にはさ、まあ3パターンぐらいある気がするのね。うん、一つは、
脳で書く人。そう。脳で、まあ自分、脳で書く人。自分のさ、いろんなそれまでの経験や知識をもとに、脳みそで書く人。うん。次に、そう、脳は関係なしに自分の魂で書いちゃう人。そう。で、もう一つは、もう脳の魂も関係なく、自分ではないものになんか取り憑かれたように書けちゃう人。そう、まあこのね、3パターンがあると思うのよ。そう。で、彼女は、どうかな。彼女の絵は、なんかね、脳で描いてる感じでもないの。でも魂で描いてるわけでもない感じなの。だからって、もう憑依されて描いてるような感じでもないの。そう。なんかね、砂漠の中に、あの転がってる石板に描かれてる絵みたいな感じのさ、絵で、そう、うん、まあまあ、あの、無理やり三分割にしてるだけで、まあ本当に三分割の意味なんかないんだけど、まああの、なんだろうな。そう、あの、下敷きが薄、下敷きがない下敷きがないじゃないな。下敷きの上に、薄い紙で下敷きの上に、なんかさ、絵とか文字書くとさ、ちょっと硬いじゃん？ボールペンとかで書くとさ、なんか特に。うん、筆圧が。そう。そんなね、なんかね、硬いね、まあ、絵自体はね、柔らかい、ほわっとした絵なんだけど、なんかね、受けた印象はなんか硬い感じだの。そう、うん。まあ、ここでね、私がさ、まあ、改めてまた、あの、バッツバツのさ、差別発言的な話をして、申し訳ないけど、なんだろう、そう、なんだろうね、そう、可愛い絵ってさ、うん、可愛い絵って、可愛いだけみたいな絵も多くない？そう、可愛い中に、他のエキスあるみたいな。そう。私はね、あの、クリエイターの、私はね、写真もそうだけど、A からその人を知りたいの。A からその人を知りたいし、写真からその人を知りたいし、そう。その人が、作ってるって、誰が作ってるってことが大事なんだけど、絵がいい悪いじゃなくて、そう、その人が作ってるってことが大事なんだけど、そう、なんかね、可愛い写真可愛い絵とか、綺麗な風景とか、そう、いや、そう、は、絵が可愛いんじゃん。撮ってる風景は綺麗なんじゃん。って感じで、お前さんはどこにいるの？お前さんはどこにいるの？みたいな、作品はね、苦手なのよ。かわいいものは好きだよ。私もかわいいものさ、買うし、かわいい服着たいと思うし、着るしさ、そう、かわいいものは好きだけど、じゃあ、クリエイティブな作品として見たらって言われたら、ちょっとね、苦手なのね。彼女の絵も、なんか、ほわーっとして、ふわーっとして、まあ、かわいいよ、かわいいし、まあ、面白いけど、なんか、砂漠の中で、さまよってたら、なんか、ゴロゴロっと石のね、塊が、石のね、平らなね、もう四角い石の塊が転がってて、それを見たら、まあ、書いてありますみたいなさ、ちょっとね、乾いたところに転がる石に書かれたさ、なんか昔のね、人が書いたさ、壁画みたいなさ、まあ、そんな、なんか、感じがして、こう、なんか、私の心の中で、なんか彼女に対する興味はあったけど、そう、その作品に対する興味は、なんかガラガラガラってシャットアウトしてて、そう。まあ、それでいてまたイノシシっぽい、あ、この子イノシシ女子かしらみたいな感じで思っちゃった。私は、まあ、とりあえず。まあ、お腹も減ったし、まあ、何も食べてなかったからね。そう。まあ、帰りのご飯は用意してたけど。うん。そう。まあ、帰って、まあ、ちょっと食べて、
あ、ね、とりあえず寝よう。もう2時半ぐらいだったから、もう帰って寝よう、みたいな感じで、まあ、さっそくと帰ったんだけど、まあ、帰ってからね、まあ、見てるときはね、あ、もずろいね、ぐらい感じだけど、まあ、帰り歩きながら考えてると、なんか砂漠の中でさ、石碑を見つけて、そんなこと書かれてる、なんか、昔の絵みたいだったな、なんてことを考えながら、うん。まあ、帰ってたら、まあ、あのお姉さん、なんかちょっと興味あるわ、みたいな感じで、そう、まあ、彼女はどんな話をするんだろう。もしかしたら、まあ、作品にものすごい思い入れがあってってわけじゃなくて、そう、本当になんか、なんだろう。でも、なんか、まあ、ちょっと興味持ったわけよ。そう、まあ、だから、まあ、ちょっとね、今日は、まあ、仕事終わって帰ってきてから、帰ってきてから、まあ、会長ね、まあ、アポ取ってるわけでもないから、わからんけど、いるかどうかわからないけど、ちょっと、行って、まあ、彼女もね、YouTube、もう配信、YouTube もやってるし、インスタ、Twitter って、まあ、いろいろね、SNS 駆使してるみたいだから、そう、まあ、あと、まあ、突撃、アポなしの突撃で、まあ、行ってね、時間さえあれば、まあ多分ね、インタビューに応じてくれると思うから、まあちょっとカメラ向けてインタビューさせてもらえたらいいな、みたいな感じで、まあ今日行ってみようかなと。まあもちろんね、勉強するために青森に行って、彼女がいれば、そう、まあ突撃、インタビューしてみようかな、なんてのを思ってます。うん。まあね、まあ、彼女はイラストレーターって、まあ、インスタ見たときはイラストレーターって書いてあったから、まあ、お仕事をね、書いてられるんだろうから、そう、まあ、ガチガチなクリエイターっていう感じでもないのかもしんないよね。まあ、頼まれて書いてますみたいな感じかもしんないから、まあね、ガチガチに、話をするとなんかちょっとかわいそうな気もするんだけど、まあ、まあ、一人のね、一人のお客さんのって感じで、まあ、行けたらいいな、なんて思ってます。うん。まあ、相変わらずね、ちょっと風声なんですけど、そう、まあ、昨日は、まあ、私はね、もう、4月の頭ぐらいからずっと、部屋の、まあ、玄関は閉まってるけど、まあ、外のね、窓は全部、ほぼ全開で、寝ててもね、全開なのを昨日は閉めて、ちょっと暖かい格好して寝たから、まあちょっとはもうちょっと良くなってるかなと思ったんだけど、まあこんな風声です。そう、まあなんでまあ外出たら、ね、雨降ってたから、いや、そりゃ寒いなと思ったわけだなと思って、今歩いてますけど、うん、まあ今日もね、ちょっと早めに来て、今4時37分ぐらいなんで、土手に着いたら、そう、また、歌って、まあ仕事に行きたいと思います。うん。でですね、6月4日に、出演するステージの詳細が分かりました。うん。それはね、長岡市の三島郡。あれ、三島三島郡なのかな？いやいや、三島町ってところがあるのよ。そう、長岡の駅から、そうね、車で、まあ、30分ぐらいじゃないかな。そう、田園が広がるね、盆地なんだけど、まあ、長岡はもともと盆地だけど、盆地の中のね、まあ、原風景が広がる、昔の田園風、まあ、でも、田園風景ってこんな感じだよなって、今の田園風景、盆地の田園風景はまあこんな感じだろうなっていう感じの、まあ、そこなのよ。で、まあ、6月ってなると、稲のね、稲がある程度伸びてきて、まあ、青々したね、匂いが、まあ、稲、水で水張ってある時期だからさ、水と一緒に、風を流れて、ふーんって、なんか、爽やかな匂いだわっていう感じの時期だから、まあ、そんな匂いのな、香りがする中で、歌わせていただけるということで、まあ、楽しみにしてます。ミッシー、まあ、当時の、
6月4日は、三島、三祭り。三、なんだったかな、ちょっと漢字忘れちゃった。また明日かなんかちょっとお話したいと思います。そう、三祭り。で、私、イベントとしてはね、10時から、16時ぐらいまでだったかな。で、私の出店は13時から、ということで、ダンスチームのね、ダンスミュージックの曲に歌を乗せるという感じです。うん、今回は、ダンシングヒーロー。何度もね、ミカスで歌ってるからもういいよって感じだけど、うん、ダンシングヒーローを歌います。ようやくね、まあ、自分なりの音程で、まあね、ダンスミュージックだから、ダンスする一つもさ、音重要じゃん。だからね、なるべくさ、キーを下げた音声で歌うというよりは、まあ、元気の曲に合わせながら、自分の音声で、まあ、勝手に、声だけは自分のキーで歌うみたいな感じで、まあ、ちょっとね、脳内、エコライザー状態のことをしたいと思ってます。うん。ようやくね、なんかこのキーだったら、まあ、最後まで歌えるんじゃないかっていう感じの、なんだ？人の足音を感じたんだけど、気のせいか。感じの、キーで歌えるようになってきた気がします。そう、まあ、まだまだまだね、歌いながら、調整しながらだと思うんですが、うん。まあ、風は、まずは、まあ、風を治すことが最優先ね。まあ、そんなわけでですね、今日も、もうすぐ職場に着くので、今日はここまでに行きたいと思います。うん。まあね、ポッドキャストの配信は、今週からまあ再開してるんですけども、まるまる1週間分ぐらいストックがあるような状態なので、まあ、1週間遅れぐらいで、発信してます。なので、サムネには、まあ、収録日を入れてます。はい。まあ、もともとね、なるべく、Vlog 感を出したいってことで、収録した翌日に、配信するようにこだわってたんですけども、まあ、苦しくなっちゃったので、まあ、とりあえず、今は、溜まってる分を順番に発信してるという感じになってますが、まあ、皆さんね、そう、コメント機能も復活させました。ただね、保留機能にしてるので、まあ、コメント、入ってるの見て、いや、これ無理っていうのは、まあ、すいません。来てます。そう。自分の心が痛むよりは、まあ、許して、みたいな感じにしてます。まあ、そんなわけで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。今日もね、もちろん、10キロのウェイト、ベストを着て歩いてますが、まあ、今日はね、ちょっと涼しいのでいいんですけども、そう、まあもうポカポカ。そんなわけで、まこねでした。また明日、バイバイ。よいしょ。